どうしてこんなになっちゃったんですかね。物を捨てられないんですよ。どれどれどれ。何かやらかした時に閉じ込められまして。皆さんこんばんは、ユミです。今日は名古屋にお片付けにやってきています。加藤弁護士のご実家の何度のお片付けです。それでは加藤さん、自己紹介お願いします。皆さんこんばんは、弁護士の加藤です。愛知県で弁護士をやっていて、弁護士 YouTuber をやっております。よかったら YouTube 見てください。加藤弁護士の YouTube のリンクを概要欄に貼っておきます。ぜひご覧ください。それでは皆さんおなじみの気象予報士の吉田ジョージさんにお片付けの助っ人に来てもらいました。ジョージさん、自己紹介お願いします。はい、気象キャスター東海テレビでやっております吉田ジョージです。今日私はユミーさんのお手伝い3回目なんですよね。で、毎回ユミーさんの言う通りにやると綺麗になるんで心配なくという感じで、今日も楽しみにしています。お願いします。大げさでも何でもなく、これから加藤弁護士の離れをご覧いただきます。閲覧注意レベルです。本当です。皆さん、心の準備はよろしいですか。もう靴で上がってください。はい、ありがとうございます。何かやらかした時に閉じ込められまして、お仕置きでほぼ燃えるものばっかりですね。今日片付ける1階部分です。唖然として声を失ってしまいました。階段高いですよね、結構ね。やばい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 。本当のホラー映画みたいじゃないですか。いや、ちょっと想像以上なんだけど。わあ、怖いよ。怖い。配学されます。確かに。ね、ちょっと本当にすみません。私は完全にスタジオ投げています、ね。投げすぎだよ加藤さん。うわ、なんかこれ昭和の初めの籠みたいな。いや、本当にそうですね。これ何ですか、ちょっと見せて。水車みたいな。何これ。ありません。何だろう、何だろうか。これは2階は本当に床が抜けそうだったので、こちらは片付けないことになりました。いや、引き受けて失敗したと思いました。加藤さん、このお部屋は何ですか。ここはお部屋というか離れの小屋裏ですか。いやいや、どうしてこんなになっちゃったんですかね。知らないです。だから物を捨てられないんです。だから物を捨てられないんです。物が捨てられないとこういうことになるという実例でした。すごいね。行きましょうか、下に。改めて360度ご覧ください。いやー、こういうふうにね、古いもの、使ってないものは捨てましょう。段ボールからね、ダニが湧いてしまったりします。本当にこういう部屋は1秒でも早く片付けましょう。加藤さん、お悩みを教えてください。こちらの納戸というか納屋はですね、はい、もう築80年かもう90年かわからない。80年？はい。という古いものでして、うん、私がちっちゃい時からこんな感じだったんです。あ、もうすでにね、長い歴史でね、長い歴史の、私が何か悪いことすると、うん、ここの中に閉じ込められてですね、うん、で真っ黒けになってで、ひどい。うわ、これは悪いことできないですね、怖くてね。で、ちなみにそこで私は漏らしまして、ですね。二度と、もうそしたらもう使わなくなりました。なんかね、開かないんですよね、ここ全然。そうですね、扉がまず開かないので、うんうん、開けたい。はい。これなんか土なんですけど、これどういうことですかね。これ家なのに土って。昔のお家はこういう形で、下がどまなんですよ。その火を使ったりするからかな。そっか、ここね、台所だったのかな、かなと思うんですけど、なんか段差があるんですけど、ここ何ですかね、何の部屋なの。去年か一昨年ぐらいにミニマリストたけるさん、たけるさんの動画、ここその時に片付けたので、
それが残ってるな。いやー、たけるさん一人で苦戦されたと思います。そうですね、はい、死にそうになりました。なんかね、これなんか捨てられないんですよね、こういう。あー、はいはい。江戸のね、売りたいとかありますか？あまりないです。出してましょう、出してましょう、出してましょう。火鉢とかもね。あ、火鉢？あの、なんかもう一個ずつメルカリで売ってる場合ではないので、これ業者さんですね、これね。どう思います？いや、無理でしょ、これは。無理ですよね、これ業者ですね、はい、業者案件です。ここどうしたいですか？もう基本的にもうすっきり、すっきり、すっきりですね、はい。これ何ですか？これはですね、うん、井戸なんです。井戸なんです。井戸？いや、井戸が家にあるんですか？井戸がある家なんて珍しくて。何これ？どれどれどれ。これ全然底が知れない。落ちたら死にますね。スマホ落としたら、あの、危ない。アウトアウトアウト。ありがとうございます。怖い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 。それでは入り口のところから全部出ししていきます。始まって1時間くらいですけど、すごいですね。はい、お茶タイム。ここでちょっとお知らせです。私、お片付けと買い物動画をしております。またリモートサポートもしております。概要欄をぜひご覧ください。ご応募お待ちしてます。ここで終わりだと思うでしょ。これまだ半分ですから、後半全部出していきます。まだまだお片付けは続きます。最後までお見せしたいんですけど、今日はここまでです。後半はとっても綺麗になったこのお部屋の様子と、外にジャーンと全部出しした様子、そして業者さんに持って行っていただくようにまとめた様子など全部お届けします。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。次回は頑張ってみんなでお片付けをしました。さ
さら地になった様子をぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。コメントはとても励みになるのでお待ちしています。また私は突発性難聴炎になってしまって、今右耳が全く聞こえなくて耳鳴りがしている状態です。 YouTube の音量の調節がうまくできなくて皆様にご迷惑をおかけしていると思います。テロップをたくさん入れて楽しく分かりやすい動画にと思っています。それでは次回、加藤弁護士のアフター映像をぜひお楽しみに。